い、ここはね、マッカーサーハイウェイで、この右手ですね、右手。このね、右側がペプシなんですね、ペプシプロダクト。はい。で、このペプシの角を曲がってまっすぐということなんですね。で、一応ね、ビーチの名前あるんですけども、誰もね、正式な名前知らないんですね。で、ここにペプシがあって目印があるん で、それでね、ペプシビーチって呼んでるんですよ。はい、到着ですね。ノーパーキングって書いてますけどね、みんなここね、止めてるんですよね。はい、ここの橋ね、細いんでね、ちょっと危ないんですよね。はい、子供が落っこちないようにね、しっかりホールドして。はい、妻も行きました。ちっちゃいバンカーボートですね。塗装したてのようです。一応ね、サリサリもあるんですけれども、うちはね、何も買わないんですね。はい、ここは、レンタルテーブルですね。はい、現在ね、朝の7時半ですね。はい、そしてね、うちの軍団がね、続々歩いてますね。ジェーン。まあ、ぶっちゃけあんまり天気良くないです。はい、浮き輪にね、空気をね、入れてるんですね。あんまりね、綺麗に見えないんですけれども、実はね、ここまあまあ綺麗なんですよね。前日ね、天気が良ければもうちょっとね、綺麗に見えるんですけどね。はーい。はーい。はーい。はい、皆さんこんにちは。フィリピン移住生活研究所のエケクと妻です。はい、出ました、妻なんですね。今日はですね、家族で近所の海に来てます。で、しばらく天気悪かったんだよな、で、結構ね、ここね、家族全員で来るの久しぶりなんですよ。もう1ヶ月ぶりぐらいかな、ということで、久々にね、近所の海に来てます。まあ、ここね、ぶっちゃけリゾートでも何でもないんで、特別な海というわけでもないんですけれども、まあ、気軽にいつでも来れる海という感じなんだよな。
はい、どんな感じでしょうか。ぜひ最後までご視聴くださいませ。はい、フィリピン恒例のね、食事前のパンです。うちはピーナッツバターを入れますね。今日ちょっと水が冷たいんですけれども、まあ、それでもね、気持ちいいです。はーい、イエーイ。はい、これはね、タリサイという木なんですね。これがですね、いい感じで木陰を作ってくれるんですよ。はい、やっとね、海からね、上がってきましたね。お父さんもね、海から出てきたんで、ぼちぼちね、朝飯食べようと思います。ご飯ですね、さっき食べてたパンからのハムですね。ちょっとこれ甘口のハムです。そしてこれはですね、砂肝ですね。砂肝の唐揚げからの定番のフライドチキン、あとちょっとね、辛めのソースですね、とご飯とで、あと水はですね、まあ、飲み物ですね。家から水道水を持参してます。今日ちょっと手違いがあったんだよな、うん、本当にゆで卵と干物が来る予定だったんだけど、手違いでなくなっちゃったんだよな。まあいいな、これだけでな、うんうん、痛い。はい、今ですね、義弟が作ってるのは子供用になんか細かく切ってね、食べやすいようにしてるところですね。フィッシング。どうしたりしてた？うがう。うが？うん。トラバフにも？出る。出る？エンジョイフィッシング。ああ。メイドインジャパンかね？いや。あ、田中？はい、出る。ああ。インドネシア。インドネシア？うん、インドネシア。Et voilà. Voilà, il est là. Voilà pas? Là pas. Mmh. Et voilà.
はい。ไหนปุติอ่ะนะพี่ร้านนี้ใช่พี่ร้านไหนไหนจะยิ้มใช่ไหมต้องนัดตัวคุณนัดตัวเรนไหนปุติอุล่ะพี่บันทิดาไอ้น้ำใช่อีหลานนั่นเดี๋ยวมันใช่พลาสติกประตูคุณให้แต่งจีสあ、ベンティでんで。デレチューナがあったごわれ。これはね、10ペソで。ジェーン。で、これがね、20ペソですって。うん。たたい。ショート。こや、いかお、なかし、こや、パパ。だんだんお日様出てきましたね。あれ、急に暑くなってきました。ちょっとね、日差しが強くなってきたんで、今子供に日焼け止めを塗ってます。はい、というわけでまだ午前の11時なんですけども、ぼちぼち帰ろうと思います。というのは子供がな、昼から学校なんだよな、うん、というわけで、子供をですね、小学校に昼から行かせなきゃいけないので、ぼちぼちね、私たちは家に帰ろうと思います。まあ、天気そんな良くないけど楽しかったな、うんうん、気持ちいい、気持ちいいな、うんうん、はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。